横芝散歩のお時間です。今回は三重県の鈴鹿山脈の一つ藤原岳に登っていきたいと思います。僕自身まだ登山を始めて間もないですけど、これから登ろうとする方、藤原岳に登ろうとする方、雪山に挑戦しようとする方の何かの参考になれば幸いです。よろしくお願いします。ピッ。はい、登山を始めて半年ぐらい経つんですけど、いろんな山にこれまでも登ってきたんですけど、冬山、雪山は今回が初めてです。キャー。はい、この音まず聞いてみてください。ザックザック言っておりますね。いいですね、ザックザック言っております。これね、夏にはやっぱり体験できないザクザク音なんですよね。はい、あの夏の山と違って冬の山はまた別のリスクがあるのでね、あの僕も事前にいろいろ調べ物したりして、いろいろ準備したりしていきました。あの僕意外とね、こう見えて用心深いんですよ。意外とね、こう見えてどう見えてるかわかんないけど用心深いんですよ。というか山は用心深さがあった方が絶対いいですね。舐めてかかっちゃダメです。ペラペラ見てください、この景色。この日はもう晴天の晴天の晴天で、もう青い空ですね。やばいですね、めっちゃ綺麗で、5合目過ぎて7合目まで行くと、もう本当に雪がふわふわで結構足を取られてました。でもそれがまたね、楽しかったですね。楽しかったです。で今回はですね、雪山っていうこともあるので、まあ、必需品の一つとしてですね、軽アイゼンを用意しました。アイゼンっていうのは靴に装着する、まあ、なんだろうな、トゲトゲしてるやつで、まあ、雪でもね、こう滑らずにしっかり踏み込めるように、するものです。説明が下手くそですみません、すみませんでね、軽アイゼン履くとね、こんな感じでちょっと軽快に走れたりもします。軽アイゼンもその爪の本数ですね、引っ掛ける本数があって、今回僕は6本の爪がある軽アイゼンを履いております。雪山、はい、これは石川県羽咋市のふるさと納税の返礼品としていただいたものです。で、使ってみた感想としては、まあ、装着も簡単だったし、とてもしっかり踏み込めたし、あの使い心地はとても良かったです。ただ今回藤原岳に登る1週間ぐらい前からすごい大寒波が来てて、雪がいっぱい降ってたんですよ。その影響もあって結構ね、たくさん雪が積もってたりとか、ちょっと凍結してた部分で登りづらい箇所があったので、まあ、できれば10本ぐらい爪があった方がより安全で登りやすいかなと感じました。はい、藤原岳はね、とにかくこの辺がめちゃくちゃ綺麗ですね。この辺がこれ山頂に行くまでの途中なんですけど、あ、山頂着いちゃいましたね。山頂着いたらね、もう圧巻の景色でしたね。風は多少ありましたけど、もうこの山々に積もるですね、雪と、もう360度パノラマで、もう本当に綺麗でしたね。びっくりして目がまん丸になっちゃいましたね。まん丸。ただ山頂はね、やっぱり風が強くて一気に体感温度が低くなるので、しっかり着込んだ方がいいです、山頂行ったらね。まあ、あとは過ごしやすい秋とか春みたいに、まあのんびりはできないので、休憩しすぎてね、体を冷やしすぎないように注意してください。はい、でも楽しかったですね。もう景色に見とれて、なんかもう一目惚れって感じですね。ね、よくわかんないね、一目惚れしたことあります？皆さん。僕はね、2回ぐらいあった記憶があります。
はい、山頂でピース、ピースですね。でちなみにこれね、あのインスタ360っていうカメラを使ってます。あの一人で来てるんですけど、寂しいな、寂しい、一人で来てるんですけど、あの誰かに撮ってもらってるような絵がね撮れてますよね。これあの棒に、棒の先にカメラがついてるんですけど、その棒がねなんと消えちゃうんですよね。あれ僕の棒どこ行ったんってなりますからね、本当にね。というわけで、ほとんど内容的には雪山藤原岳には触れていない動画となってしまいました。申し訳ございません。でもね、本当に初めての雪山登山がこんな素敵な天気で、かつ藤原岳を選んでよかったなと心から思っております。はい、皆さんもね、雪山登るときはぜひ万全に準備をして安全に行ってください。それでは登山ライフをお楽しみください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。